ダメだって言ったのに、なんで全員俺の部屋で寝てるんだ。この状況でどう寝ろと。アテナさん、やっと逃げられた。それにしてもアテナさん遅いな。トイレじゃなくて。これは事件だね。心霊現象に関するエトセトラを理論的に証明するなんだ。わかりやすいところでいくと吊り橋効果とか。どうでした？トイレにもお風呂にもいないね。どこ行ったんでしょう。あと探していないところといったら、っていうかこれって体感距離と時間、視覚情報にズレが生じている。マジで？ミネルさん、基本自由人だけども頼もしいんだよな。いざという時いつも。だからこそやっぱり怖いですよね。はよ、何のこと？なんだよここでは。それに怖いって言ったってみんなと一緒なら平気だし、コウシ君がいてくれるし。これが吊り橋効果か。なんで電気ついてないの？アテナさん、今までどこに？トイレのはずなんだけど、ここどこ？じゃない。アテナさん、し、マジてるから言わないで。今日は開幕格好悪いとこ見せちゃったけど頑張るから。いつもコウシ君頑張ってくれてる、私たちのために。とも、ううん、何でもいい。アテナさん、せめてこの旅で、この子は、せめてこの旅で私は。どうしちゃったんだ俺。あらら、アテナちゃんがコウシ君を襲ってる。違います。浴衣の重ね逆じゃない？